広大な大自然の中で思いっきり竿を振り抜く豪快さがたまらないサーフゲーム。足場のいい砂浜で定番のヒラメをはじめ、マゴチやスズキ、さらには青物まで、さまざまな魚たちに出会えることから人気のジャンルとなっている。今回はそんなサーフゲームの魅力を、この釣りの第一人者として知られる静岡県在住の堀田光也が解説する。7月の初旬、梅雨の晴れ間を縫って堀田が足を運んだのは鹿児島県の北薩エリア。連日の雨で海水の濁りが心配される状況の中、果たしてどんな展開に。この番組はご覧の提供でお送りします。今回のルアパラ九州 TV は鹿児島県のサーフゲームをお届けしています。おはようございます。おはようございます。今日一日よろしくお願いします。僕ね、鹿児島そんなに来たことないんですけども、はい、こちらはどこですか？ここはですね、鹿児島県の薩摩川内市にある、はい、唐浜というサーフになります。あ、なんか名前聞いたことあります。はい、つながりとしては、はい、吹上浜の、はい、北側に位置しまして、最近その大雨の影響で吹上の方がゴミだらけ、そうです、ね、あと濁りもすごいんで、はい、一旦その唐浜の方に来てみました。最近の情報では、はい、ベイトも入ってて、うん、青物系の回遊があるということなの で、 いいで、ね、ちょっと期待しながらやってみたいと思います。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまずね、このウェッジ140、これをね使ってまずね、どんな海になってるかこれ投げて調査します。今ここね、ちょっとワンドの入り口かな、何があるってわけじゃないんだけど、まあとりあえず投げてみます。今ちょうどね、梅雨のど真ん中の晴れ間、ほんと明日も雨、昨日もなんかぐずついた天気みたいな、今日しか釣りができないよみたいなタイミングでやってまいりました。どうしてもね、梅雨時期は雨が降って川にね雨水が入って、それが海に流れて、まあ塩分濃度が少し薄くなるのと、濁りが入るのと、川からの浮遊物ですよね。まあ、いろんな草とか木とか、あるいはちょっとしたゴミですよね。そういったのが、まあ、沿岸どうしても
漂ってるんで、まあ、ちょっとそれを避けながらの釣りですね。うまく魚をね見つけられれば時期的にはいいと思いますんで頑張ってみます。今日はね地元の佐古さんと一緒の釣りです。やっぱりね地元のことよく分かってる佐古さんきっと釣ってくれるでしょう。そんな話をしていると当たった。バレました。当たった。当たりました。どんな感じだった。普通に、はい、あのフリッパーの Z の24で転倒して、はいはい、70m、60m ぐらいですかね、はい、リフターのホールしてたらポンと、うん、あマジですか、はい、で今そこにこんぐらいのちっちゃいベイトですけど追っかけられてこう跳ねてるとか見えたんで、なんかベイトがいるそうです。ちょっとこの辺、まあ、深くなってるんで集中してやってみましょうか。はい、僕もここのワンドの中がいいかもしれないですね。はい、ベイトの大きさはちょっと大きさどうでしたか。あんまり大きくないです。それと同じぐらい、これぐらいです、ね、あ、わかりました、はい、じゃあ変えてみます。さすが。何っぽかったですか。わかんない。いやー、わかんないですね。多分メッキだと思うんですけど。お。なんかそういうコソコソしたあたり。はいはい。あのそんなに大きくはなかったですね。了解いたしました。感触としては。鹿児島でもこの時期というかずっとメッキいるんですね。ずっといますね。すごいですね。冬でもいますもんね。大きなサイズもいるんですか。でかいの、まあメッキの中では大きいっていうサイズ、はいはいはい、40センチとか50センチとか。あ、すごいですね。こういう浜でかけたらすごい面白いよね。はい、そういうのが待ってますよね。ちょうど今佐古さんがいるところが深くて僕の正面ぐらいから少し浅くなって、でダラダラと右の方に向かって浅くなってる感じです。あ、深いところに溜まってんのか、まあ、浅いところでウロウロしてることもあるんで、まあ、隣接してるんだよね。ちょっと僕浅場の方を探ってみます。深いところにいるか浅いところにいるかはもうちょっとこれね、その時じゃないとわからないんでね、あんまり決めてかからないといいです。まあでもちゃんと深いところで今当たりがあったとかって話だったらそこはしっかり狙った方がいいです。僕はちょっと今こっちわざとあえて浅い方をやってみます。やっぱサーフの釣りをやるときはどこが浅くてどこが深くなってるかってことを常にこう考えながら見ながらやってた方がいいですね。まあ基本は深いところの方がいいと思うんだけれど、おお、来た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 、あ、バレた。な、なんでバンの手前よ、手前わかんない、フグかもしんない。フグか、でもね、これフリッパーセットなんですよ。フグか、メッキなんか、まあ、大きくなかったけど、これちょうどこうやって引き波で泳がしたらツツツツンってきた。なんだろう、当たりが出たことからしばらく粘ってみたものの、その後は反応がなく、二人は釣り場を移動してみることに。続いて二人が向かったのは吹上浜の長吉川河口部。マゴチやヒラメの実績が高い釣り場だが、果たして。今ね、これ画面だけ見るとただの河口じゃんって多分ね皆さん思うと思います。確かにここはただの河口なんですが、ちゃんとタイミングをね見計らってきてます。まあ、ちょうど干潮の時ですね。これね、後ろ見たら分かるんだけど水が引いてるんでここまで来れるんですよ。これが満潮だったらここまで来れないんですよ。ここまでルアーが届かないんですよ。だからちゃんとそういうのを見計らったタイミングでここに来てるということをちょっと分かってほしいですね。今ちょっとこう流れのあるところに、まあ、膝までねこう使ってるんですけれども、必ずねこの浜の釣りの時はこれ、ライフジャケット、そしてできればやっぱウェーダーで、これ必ずセットね、セットね
上田だけだと例えば転んじゃったら中に水が入ってきて立ち上がれなくなっちゃうんで、必ずセットでこれしてください。これが最低限の装備です。でまあ入るにしても波がなければ膝ぐらいかな。波があるときは膝下ぐらいですよね。おっしゃー、くそ、当たった当たった。結構いい感じの当たりでしたよ。マジで？はい。うわーお、なんかいるね。なんかいますね。マジか。フリッパーですか？フリッパーの Z の36の36ね。流れの中、流れの中ですね。思いっきり流れの中でもう、ま、な流れの中を巻いてくるとコツンと巻きできたんですね。いますね、何かしら。じゃあちょっと僕も巻きでやってみましょうか。おっしゃ、あ、当たる。お、どうした、本当？かかんないっす。シーバスかなんかいるのかな。お祭りしてないっすよね。え、お祭りしてないっすよね。してない、してない。なんか当たりますよ。してないよ、してない。おっ、あー、いいだ。これはいいだ。これ多分いいですね。これ多分いいだ。なるほど。エイっぽいな。エイっぽいっすね。エイが泳いでるのが見えたんですよね、さっき。あ、マジですか。はい。加工だから多いんでしょうね。まあそうです、加工だし、はい、まあ、水温高いんで、はい、よしよしよし、来た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 、こいつが尻尾に引っ張り、しかも尻尾にかかってて、まあ、最悪やんね。まあしょうがないっす。エイはですね、この尻尾に 毒のヒレがあるんですよね。これちょうどルアーがかかってるところに毒のある針があるんです。毒針が。あー、これが危ないんですよ。尻尾踏んづけてね。尻尾踏んづけるしかないんですよね。一旦ちょっと水がない安全なところに上げて、で踏んづけます。こうやって踏んづけた状態で針をプライヤーとかこういうフックリムーバーで外してあげると。おお、一発。とりあえず逃がしますね。とりあえずここを、え、マジで？ここ持ってしまえば大丈夫なんですよ。わあ、それ初めて知った。ここ持ってこう。したら、本当だ。さよなら。そうね。また釣れますよ。また釣れると思う。はい。まああったかい時期の浜というか河口は割とエイが多いんで、まああのこう入る時はね、気をつけて行ってね。今ちょうど上げ始めでちょっとぐらい、その川からまあ流れ落ちてきたベイト、まあ、川のベイトというよりはあの潮が高い時に川の中入った海のベイトなんかが割とこう一回出払って、で今度上げ潮を乗って、まあ、戻る、あるいはそれを狙って一周板が来るという感じのタイミングで今来てます。なんでしばらくここで頑張って刺してくるかもしれないやつ、まあ、こっちとか、まあ、他の魚ですよね、を狙ってみます。よし、あー、バレた。うわー、マジか。食ったけどバレちゃった。あー、くそー、なんだ今のは。残念。
ちょっと正体わかりません。何か。何かの魚です。今ですね、ちょっと反応があったんですけども、まあもうね、浮遊物が青くなってきちゃって、まあ釣りにならないんで移動しましょうか。はい。ですね。次は大きめの河口に、はい、河川の河口に行きましょうかね。はい、よろしくお願いします。はい。この後、いよいよ本日の本命ポイントに向かう堀田と佐古。果たして起死回生の瞬間は訪れるのか。よし、来た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 。激闘、価値ある一匹との出会いに。釣りのポイントは1に安全、2にマナー、3に仕掛けはポイントで。楽しい釣りならポイントポイント。今回のルアパラ九州 TV は鹿児島県のサーフゲームをお届けしています。移動してきました、はい、ここはどこでしょうか。ここは、万の瀬川の河口ですね、はい、吹上浜の最南端にある大型河川の河口になります、薩摩半島は何か所か河口があるんですけど、はい、その中でも、まあ、吹上浜の中だったら一番大きい河口、はい、鹿児島薩摩半島の中だったら2番目か3番目に規模の大きい河口になります。広いですね。です、はい、でここはもうベイトの種類も豊富ですし、はい、マゴチ、ヒラメ、シーバスも、まあ、シーズンに入ったらブリも入ってくるような大型の河口になりますので、これから揚げ潮で、魚がどんどん入ってくると思いますので期待が持てます。ちょっとこれ使ってます。これですね。ああ、こんなやつ。これですね。はい、このワームですね。ワームでジャンボっていう名前のワームですね。これでそこをトントンしてマゴチとかヒラメが狙いやすいと思います。わかりました、はい、じゃあちょっと頑張りましょうか。頑張りましょう。決まります。いえー、釣れろよ、釣れろ。釣れますかね。いや、そっち行っちゃう。ジャンゴはですね、これまあジグヘッドですね。で、まあ、あの普通のジグヘッドって普通の一本フックがこう上向きに出てるんですけど、これは 上にトリプルフックを、まあ、あのセッティングすることができます。今下にもつけてるんですけど、下にもこれつけられます。もっと言ったらここですね、ちょっと出っ張りが出てまして、ここにもですね、フックをセットすることができます。まあかけるタイプ、あんまりまでないタイプのジグヘッドですね。あの、まあ、もちろん根があるところとか引っかかりやすいところは下のフック通るとかした方がいいと思いますね。こっちのジャンゴは、まあ、まあマゴチみたいにこう上からこう追いかぶさってくるとか、あの後ろからこう、ね、ボトム近くで後ろからこう食ってくるようなタイプの魚に効くようなセッティングになってます。マゴチ狙うときはやっぱ必ずそこ取ってくださいね。ヒラメと比べてマゴチはあんまりこう中層までね追っかけてこないですよね。なんでまあこうやってパンパンやってちょっと踊らせてもいいしね。でも必ずこうそこにボトムに近いところでルアーを動かした方がマゴチにはやっぱりいいですよね。おっしゃ、ヒット。お、来た。サコに待望のヒット。いいね、ヒット。ちょっと見に行くよ。お、なんかでかそう。
なんか潜った。あれ？なんかかかっちゃった、引っかかっちゃった。なんかはまっちゃいました、そこに。なんか引っかかっちゃったじゃない。スタックしちゃいましたね。なんと、ファイト中に魚がヒットしたまま海底の障害物にスタックしてしまったようだ。果たしてうまく外れるのか。魚ついてるから、ね、ああ、取れた、あ、ついた、お、取れたけど、お、あ、なんか、なんだ、ん、あ、なんかついてる、なんかついてる、ひらめついてる、ひらめがついてる。おめでとう。いやー、危なかった。なんちゅうランディングシーンや。なんちゅうランディングシーンだ。これに引っかかった、魚かかってからじゃこうなるわけ、なったわけ、ね、これが引っかかってたわけですね。そうだ、バッチリじゃないですか。なんか情けない釣り方になっちゃいましたね。いや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 、バッチリかかってます。はい、ヒラメが釣れました。フリッパー Z の 24g の生餌カラー、これはキスカラーですね。遠投してこの川なんですけど、ブレークが沖のブレークと手前のブレークとあって、沖のブレークから落ちてくるところをヒットしたような形で、釣れました。素晴らしい、ありがとうございます。今見てたけど最後危なかったね。危なかったです。今回収中、あのヒットして寄せてきてる途中に、うんうん、ヒラメがあの流木に潜っちゃって危うくバラすところでしたけど、ね、いやでも素晴らしいですね。いや良かったです。こんな昼間のね、はい、タイミングで食ってきて、いや良かったです。名前さからやっぱ釣れますね。釣れますね。素晴らしいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ逃がします。よいしょ、いけるかな、いけるかな、いけるかな。あ、泳いできましたね。ここあれなんですよ、さっきも言ったんですけど、うん、こう川が流れてるんで、はい、沖側の、はい、落ち込みと手前側の駆け上がりとあるんですよ、はい、ああ、要は向こう側のこれとね。そうなんですよ、はいはい、なんでそこに魚がついてることが多いですね。なるほど。あのそのブレークの上なのか下なのかを置いといて、はいはい、どっちかにいるんで、それを幅広く探れるルアーがいいですね。なるほどね。はい、はい、ハウです。これ 21g ですね。のこれはグラブですね。ルアーをチェンジして1投目。よし、来た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 。堀田も待望のヒット。よし、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 バレんなよ、バレんな。よし、ヒラメだ。おー、よっ、だー、来たー、ヒラメ。おー、すげー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 。ハウルして1投目だったね。なんなの、ハウル。ハウルのですね、グラブに変えて1投目でヒラメが食ってきました。どうでしょう、ちょうど40センチあるかなしかぐらいですかね。流進でしたね。ストップアンドゴーで巻き始めるんですよね。ドーンって食ってきましたね。気持ちよかった。サバさん釣れました。いや、おめでとうございます。よかったです、よかったです、よかった。魚見てる感じでしょうかね。ですね。ルアー変えたら1投目できた。そうそうそう、はい、だから今佐古さんちょっと言ったんですけど、確かにこれ魚見てるね。見てますね、うん、であとは、うん、はい、色もこれですね。ピンクだよね。ピンクだよね。僕いつもピンクピンク釣るって言うんだけど、本当その通りになりました。素晴らしい、よかったです。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日ねずっと上の草津の方からやってきて、はい、なかなかこう外がね茶色く濁ってて、はい、うまくいかなかったんですけども、ね、最後ここに来て、はい、釣れましたね。釣れました。2人ともヒラメですね。ですね。1枚ずつ釣れて、はい、やっぱ加工は強いですね。ですね、はい、やっぱり外がダメな時はこういったところの方が安定して釣れるんで、はい、あとどうしても人がね、多く入ってくるんで、攻め方を少し変えたらね、そうですね、いい結果出せると思いますんで、はい、まあ、これからもですね、ここはね、このエリアは続くと思います。はい、この夏は例えばこの辺だったら他に何が釣れますか。夏はそうですね、昼釣りだとヒラメは今日も当然釣れてるんですけど、はい、マゴチと、はい、あとはシーバスですね。なるほど、はい、夜になると、うん、夜の、まあ、釣り、はい、なってくるとヒラスズキなんかも釣れます、うん、ナイトヒラメ狙ってみてもいいとは思うんですけど。じゃあまだまだこれ楽しみますね、はい、ですね。今から暑いシーズンが来ますよ。そうですね。じゃあフリッパー Z とハウルとかジャンゴ持って、はい、ぜひですねこのエリアまた釣りに来てください。今日は僕たち楽しみましたね、はい、
楽しかったです。本当ありがとうございました。おはようございます。プラスタジオの後藤です。本日も聞いている後藤店長にお便りいただいております。佐賀県鳥栖市匿名希望さんよりですねお便りいただいております。ロットのスペックで M とか L とかの表記がありますが、どんな意味ですか。またそれぞれの特徴やメリットを教えてくださいということで、まあ、あのルアロットはですね、まあ、こういうふうなあの M とか L とかっていう表記で表されてるんですけども、これはまあ何かというとですね、まあ、簡単に言うとロットの硬さになりますね。硬さにはなるんですけども、まあ、一つ例を持ってきたんですけども、こちらですね、ジギング GR2 スーパーライトスペックの S63 の M ですね、持ってきたんですけども、まあ、これはあの M というのはこのミディアム、まあ、一番あのまあ何でも幅広く使えますよという表記になります。で、ですね、ロットはですね、まあ、より繊細な釣り、細い糸を使って、軽いルアーを使って釣るような釣りには、L ですとか UL、まあ、L っていうのはライト、UL はウルトラライトっていう風なロットを選んでいきます。で今度は、より太い糸を使って、重たいルアーを使って大きな魚を釣りやすくしたいなっていう釣りには今度は M、MH、まあ、MH のミディアムヘビー、あとは H、ヘビーっていう風な、使い分けになります。で、まあ、あのご自身がですね、まあ、どのようなあのロットで、まあ、どういう風なルアーを使って、釣り大会によってあのロットの選び方、こういう表記ですねを、まあ、あの選ぶ基準になると思いますので、まあ、一つの基準としてですね、あの参考にしていただければなと思います。現在発売中のルアーパラダイス九州ナンバー37聖火号は、特殊のハンドメイド&アレンジマニュアルやイラマサキャスティング、イカメタル、タチウオゲームなど内容は盛りだくさん。ぜひ書店や釣り具店でお買い求めください。本日もご覧いただきありがとうございます。皆さん、暑い日が続きますけども、熱中症対策は十分気をつけて釣りを楽しみましょう。それでは最後はこちらで締めたいと思います。1に安全、2に罠、3に仕掛けはポイントでということで、来週もお楽しみに。今回はデュオよりご覧の製品をセットで4名様にプレゼントします。詳しい応募方法はルアパラ九州 TV 番組ホームページをご覧ください。次回のルアパラ九州 TV は山口県長門市のイカメタルゲームをご紹介します。この番組はご覧の提供でお送りしました。